皆さんこんばんは、 MK です。今回はキャプチャや台を使わずに本来行けない場所に行くテクニックを紹介したいと思います。まずここがどこにあるのかと言いますと、雪の国のここですね、オデッセイ号の下のブロックを寄せてから入る扉に入ってください。それでは早速やっていきましょう。今回目指しているのはあのパワームーンが入っている箱の上ですね。であそこなんですけど、この緑や赤の台を使うと簡単に行くことができます。ここから帽子投げボディアタックで、この縁のところが足場になってるんですね。なので簡単に登ることができるんですが、まあこれだと面白くないということで、この蜘蛛の敵と足場を一切使わずに登っていきたいと思います。まあまず考えられるのはここからヒップドロップジャンプですね。あ、もうちょっと近い方がいいか。もうちょっと近づいてからヒップドロップジャンプ、帽子投げボディアタックでも、まあちょっと厳しいですね。もうちょっと近くから行ってみますが、帽子ジャンプを挟んでも厳しいですね。あそこの下の足場で壁キックができれば可能性はあると思うんですが、ちょっとこれだと高さが足りないので、次は3段ジャンプでやってみたいと思います。 1,2,3 段ジャンプ、帽子投げボディアタック。おっと、あーなるほどね。あのね、壁キックはできるんですけど、あの縁のところに頭がぶつかってしまって上に行けないですね。ここから、あーなかなか、かなりギリギリのところで壁キックすれば、もしかしたら頭が当たらないかもしれないので、繰り返しやっていきたいと思います。はい、何度かやってるんですが、やっぱり少し難しいですね。もうちょっと下の、いった、行きました。はい、やっぱりね、石の部分のかなり下のところで壁ジャンプをすると行きやすいと思います。まあここを登ったところでパワームーンが取れるわけでもないので、ただの自己満足なんですが、3段ジャンプだけでできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。本当はね、あそこの上登れるかなと思っていろいろチャレンジしてたんですが、まあ無理だよね。あの高さはさすがに無理でした。なんかあの上ね、行ければな、繋がってそうなんだよな。ただまあどうせ透けてるっていうオチだとは思いますが、どうやっても届かなかったです、これは。はい、というわけで今回はキャプチャと足場を制限して本来行けない場所に行く方法を紹介しました。こういうギリギリ届く場所は他にもあると思うので、また見つけたら皆さんに紹介したいと思います。ということで、チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。